日本国民の皆様、こんばんは。こういう形ですかね。日本国民の皆様、こんばんは。愚民党、台湾あてりおみおろでございます。寒いですね、今日もですね。私、今日ですね、もう昨日ですね、24時を過ぎましたからね。この夜勤終わってから、ちょっとこの、ブックオフに行ってきてですね、ちょっと本を買ってきました。私、貧乏人ですから、だいたい、この本なんか買う場合もですね、2回行くんですね。1回はこの本行って、本を見つけまして、値段を調べると。いうことで、ほんで、だったら買えるだろうというようなことで、行ってきたわけですね。やはりこのブックオフとか、今、これオフなのブックオフなんですけども、いろんなこの商品がありますね。バッグとかですね。今日もこのウエストバッグがちょっと壊れてしまったもんで、500円のですね、ウエストバッグ買ってきました。あと本ですね。あとはこの音響関係のものなんかもあったもんですから、いろいろこの見てきました。あと靴ですね。ですから、この情報というものは、そういう店のいろいろ品物をこの、見て歩くのもですね、これもこの情報をこの、そういう商品ですね、見ながら、情報をつかんでいくということも、いいと思いますね。インターネットをやってるだけが、情報を取得するということじゃなくて、そういう店ですね。スーパーマーケットとかですね、そういうブックオフとか、そんないろんな店に入って、実際的に商品など、あと100円ショップですね。100円ショップも今いろんな商品が出ておりますから、そういう商品が、これは情報ですからね、そういうものを見て歩くというのも、私、貧乏人でショッピングはできませんが、必要だと思いますね。そこで今日どういう本を買ってきたかというと、まずこの、日本中枢の崩壊、テレビに出ているコアさんが書いた本がですね、これは安かったもんで買ってまいりました。おそらくこれから安倍晋三によってですね、日本の中枢がいよいよ崩壊していくと思うんですよ。で、世界経済、ちょっとこの世界経済なんか見ても、この今、ユーロですね。ユーロが今大変なことになっておりますね。このヨーロッパのユーロですね。ギリシア経済とかですね。ギリシア経済がおかしくなったのは、ですね、ブッシュの時、財政長官だった人がいましたね。彼はゴールドマン・サックス出身なんですよ。アメリカのこのホワイトハウス大統領府には、この大々的にこのゴールドマン・サックスからこの財務長官になってますね。で、ギリシアなんかがなんであんなめちゃくちゃになってしまったかというのもですね、ゴールドマンサックスがギリシア政府の中に入ってきたんですね。で、嘘の、捏造したですね、この報告を出したわけですね。いわゆるこのユーロ、EC、ヨーロッパ同盟に対してですね、そこで、めちゃくちゃになってしまったということがありますね。つまり、ギリシア経済を わざと崩壊させたのはですね、ゴールドマン・サックスなんですね。これは、
このウォール街がですね、リーマンショックを起こしまして、で、リーマンブラザーズをわざと倒産させましてですね、世界経済をめちゃくちゃしたやり方と同じですね。まあ、つまりリーマンショックというものは、この金融商品の中に爆弾を仕掛けておいたわけですよ。まあ、それは皆様、いろいろ、知っているんではないかと思いますが、このつまり、その当時のアメリカのですね、わざとこの、買えない人までこのローンでこの家を買わせてですね、そういうものをこの中に入り込んだ金融商品をこの世界中に売りまくって、それでリーマンショックですね、そういったこともこの偽ユダヤ人ですね、いわゆる、まあこの偽ユダヤ人というものは何回も言ってますけども、このまあ国会カスピ海、まあウクライナの今の下の方ですかね、ありましたカザールまたはハザール帝国が、これがある日突然王様からですね、まああと帝国の官僚から役人からですね、国民一人が丸ごとユダヤ教に改宗してですね、まあいわゆるユダヤ教を乗っ取ってしまったというようなことがあるんです。乗っ取ってしまったわけですよ。まあ、それが今のユダヤ人と言われているわけですね。いわゆるこの白人型のユダヤ人なんですよ。本当のですね、ユダヤ人、古代イスラエル人というものはアジア人でありまして、まあアラブ人でありましてですね、今のパレスチナ人が本当のですね古代イスラエル人だったわけであります。まあまたこれは私もツイッターでなそういう動画を情報発信しておりますが、この古代イスラエルの失われた十種族ですね、これは日本にやってきております。これは間違いありません。まあこの日本書紀でも弓月氏ですね、いわゆる旗氏ですね、まあ始皇帝が作った神ですね、これは古代ユダヤ人が作ったわけでありますが、こういった流れが日本に来ているということなんですね。で今の京都平安京なんかも作ったのはですね、旗一族ですよ。桓武天皇が奈良の平城京から平安京にこの遷都するわけなんですけども、大きなですねダイナミックな、すごいですね京都というものは、大きいですよ。まあそれは鎌倉なんか見るとわかりますよ。鎌倉は本当にコンパクト。京都はもっと大きいですね。ああいう大きなこの都を作れる財力、またこの技術ですね、があったということなんですね。ですからあんだけ大きな平安京という京都の町をですね、作ることができたと、感じるわけですね。古代、イスラエル人は日本に来ております。これは間違いありません。これは伊勢神宮の、まあ、この、中にもですね、この古代イスラエルのマークなんかもあるということなわけでありまして、でこの、まあ、今日はちょっと長くなってもうすいませんが、まあ、諏訪神社ですね、この守谷というのがありますね。守谷、山ですよ。この守谷というものはですね、このおそらくはですね、もののべ守谷とも関係あると思うんですよ。
まあ、ものの部守屋というものは、今までの定説ではですね、日本の、古くからの神を守ろうとしたというふうに言われておりますね、ものの部守屋。で、蘇我馬子が、百済から仏教を取り寄せてですね、で、もののべ守屋と戦争になったとは言われております。まあ、聖徳太子もですね、蘇我馬子について、もののべ守屋を倒したというんで、そこでもののべ一族は聞いていったわけなんですけどもね、このもののべ守屋というのが面白いですね。諏訪神社の山も守屋でございます。ですから、このもののべ一族もおそらく、まあ、古代イスラエルに関係ある、まあ、ものづくりですからね。ものづくりの基本は、ものの、もの、も、もののべ一族ですからね。まあ、今日はちょっと字は書きません。まあ、関係があるんじゃないかというふうに私感じましたけどね。もののべ守屋と、諏訪神社の神の山と言われている守屋。これは、案外同期化しているかもしれないということではないかと思いますね。まあ、そこで、まあ、これをもうですね、買ってきたわけですね。まあ、これはちょっと見てもらいましょう。ちょっと、ですね。これ、こういうふうになってるわけですね。これ、殷の時代のこの漢字の基礎ですよ。甲骨文ですね。こういうふうになっているわけですね。こういうものから、漢字が、作られていったわけですね。象形文字としての漢字がですね。まあ、ですから漢字の、基礎は殷の時代、亀の甲羅とかですね。まあ、動物の骨なんか焼いて、占いをしますね。素朴な木と書きまして、あと占いと書きますが、こういうものが、漢字の、こう、これですね。甲骨文、金文ですね。殷周列国というふうに書いてありますが、こういうものも、眺めて、感覚的にですね、これから感じ取っていきたいと思っているわけなんですね。まあ、そういうことで、どっちでしたっけ？あ、こっちでしたね。もうすいませんね。いろいろあるもんですからね。あとはですね、今日買ってきたのは、この前から目をつけていたんですけども、これですね。蓮如一向一揆ですね。これ百姓一揆ですよ。結構分厚い本なんですけども、ここには一向一揆のですね、この文章なんかも載ってるわけですよ。どのようにして一揆を起こしたかというような、この記録が載っているわけなんですね。まあ別に私、もう、63歳で、もう歯もなくてですね、あと命も10年後でこれから百姓一揆を起こすということで買ってきたわけじゃないんですね。やっぱり昔の人は何をやっていたかということをちょっとまあ、調べなくてはならないと思ったわけですね。でですね、やっぱりこの、諸教、隠居ですね。やっぱり、まだこのちょっとね、なかなかこれも大変でね、読み切れて、読むのも大変ですよ。やっぱりあれが分かりやすかったですね、お待ちください。
これが分かりやすかったですね。現代の収益ですね。この収の時代に、この、これがほぼ大体この作られていたということで、まだこの駅というものはですね、かなり道教とも関係しているわけなんですね。道教とも関係してますね。まあ、老子、曹子ですかね、かなり。ほんで、あと孔子なんかもですね、儒教なんかとも関係してるわけなんですね。やっぱりこのここら辺からだいたい生まれてるわけですよ。儒教なんかもですね、道教もそうですね。道はこれですね。道は一を生じ、道は一を生じ、一は二を生じ、二は三を生じ、三は万物を生じと。万物は因を置いて陽を抱き、周期を持って和をなすという、これが老子の言葉なんですけどもね。ですからこの陰陽ですね、陰と陽の思想にはかなり道教も深く関わっているという、老子、曹子ですね。あと孔子も、かなりこの関わっているということなんですね。面白いのがですね、やはりこのこれですね、この、ま、この文字これですよ、これこれ、こういうものがこの陰のこの基礎的なこのあれなんですよね。あのこの記号なんですね。この記号は今のデジタルですね、二進法、十進法とかありますが、それと非常にこの同期化しているということなんですね。まあそこら辺もこの今後ですね、やっていかなくちゃいけないということで、まあこれがですから、あの基礎になってるわけですね、この駅のですね、駅橋64か384か、こうというのはこの交わるということなんですね。ですから、今日はちょっとあんまりですね、字は書きたくないんですけども、この、まあ、日本なんかでも、まあ、明治維新によって破壊される前まではですね、神仏混合だったわけですね。例えば、この近くでも、陰陽師という、この自主、一辺承認案の、自主ですね、陰陽。陰陽師というのはですね、一辺承認のこれは自習の総本山道場でございまして、ここにも今でも熊野神社が あるんですよ。なぜ熊野神社が あるかというとですね、この一辺承認は熊野で亀によって啓示を受けたわけであります。お前はですね、一遍札を100万人に配れという啓示を受けたわけですね。この南阿弥陀仏というこの、この木で木版で印刷した紙をですね、配れというふうな、この紙から、熊野の紙から啓示を受けて、それから一遍承認は引用しながら札を人々に庶民の皆様にですね、配り歩いたと、全国をこの旅をしながらですね。ですから、このそれも神仏混合なんですよ。それはこの一辺承認の中見るとは分かりますね。紙に神々の啓示を受けるということがあるわけであります。ですから、このまあ日本は西洋と違ってですね、まあ明治維新というものは、この西洋がバンと入ってきて、この明治の初めの頃に、この、それまでは お寺さんと神社が混合していたわけですよ。それこの、弾圧してですね、潰してしまったわけなんですね。
で、明治維新の時はだいぶ古い神社も壊されたと言われております。ですから私はですね、まあこれははっきり言って、明治維新というものはあまり好きじゃないんですよ。まあ今 NHK では吉田松陰のですね、その妹を主人公にした物語をやってるようなんですけれども、まあ、吉田松陰も、まあ、これも、まあ、いずれ私も、読む必要はあると思っておりますが、まあ、問題は、吉田松陰の弟子ですね、伊藤博文とかですね、山縣有朋は何をしたのかと、いうことなんですよ。明治維新をですね、吉田松陰はですね、獄中で、死んだわけですよ。しかし、その弟子である伊藤博文とかですね、山縣有朋はですね、明治維新後ですね、自転車になったわけですね。山を奪ったりですね。まあ、栃木県で言えば、山縣有朋なんかもそうですよ。高原さんを自分のものにしたりですね。あと、西野原ですよ。ありますけどね、原野なんかもだいぶ、西那須という原野があったんです。そこの土地なんかもだいたい、まあ、一本させていただきます。山縣有朋とかですね、あとこの西郷隆盛の弟いましたね。あれなんかが土地で奪っちゃってるわけです。自分のものに強奪したわけですね。まあ、西郷隆盛の弟は、この大久保利通について、つきましたからね。西郷隆盛を裏切ってですね、権力側についたのが西郷隆盛の弟で、だいぶ山をぶんどったり、そういう土地をぶんどった人間ですね。そういうふうな利権者ですよね。ですからね、この明治維新後のこの人々というのはですね、伊藤博文もそうでありまして、山縣有朋もそうです。まあ、山縣有朋というものはこの日本陸軍、日本の官僚制度を作った人間が山縣有朋なんですね。で、まあ、明治維新の前は、山縣京介と、狂った人間だという名前が、山縣有朋の前の名前なんですね。山縣京介と言われておりますけどね。まあ、そういうことで、まあ、話を戻しますけども、なぜこういう、ものをですね、仏教もやっぱりまあ、神道だけじゃなくてですね、日本は神道と江戸徳川幕府まではですね、昔からですね、神道と仏教が混合だったわけですよ。それが日本だったわけですね。そこに太陽があるということなんですよ。ですから、まあ、近代というものは、デカルトから始まってるわけなんですけどね、近代合理主義としてですね、この分離していくんですね、全部ね。分割していくわけですよ。そういうもんじゃ、そういうものじゃないと思うんですね。日本はやっぱりアジアンですからね。ヨーロピアンではないわけですから。ですから私はアジアンの一人として、こういうこの中国文明のですね、非常に興味がある、わけでありまして。また、日本はこの中国みたく、このあの大陸ではないわけでありまして、ユーラシア大陸ではないわけで、日本独自のこの倭、聖徳太子の倭、
と和の精神があるわけですね。ですから混合でいいわけですよ。混合でいいわけです。つまり混沌カオス、また混合こそがこの日本の道を開いて行くわけですね。この知恵を絞ってですね。ですから日本にとって混合、また混沌カオスですね。これはなんて言いますか、新しいものを作るために必要なこの基盤でもあるということなんですね。そこに日の丸があると、太陽があるということなんですね。この中心ですから、この太陽また日の丸という中心があれば混合されていいわけですよ。混沌、そこから新しいものが知恵を絞って、縄文人、弥生人、またこの日本人というものは明治維新から言われたと思うんですけども、この日本住民ですねは生き延びてきたというふうに感じるわけであります。そこでやはり今後世界経済見ましてもですね、2世ユダヤ人ですね、国際金融動物ですね、ウォール街の。何をやろうかとしていることは、リーマンショック以上のですね、世界恐慌を狙っていると思うんですよ。また大変なことになりますよ。これはですね、それを狙っていると思うんですね。あとは私としては、この第三次世界大戦というものはすでにですね、2001年の911ですね、あれからもう始まっていると思っております。多くの皆様は911はですね、アルカイダ、ビンラデンがやったというふうに吸い込まれていらっしゃると思うんですけどもね、それは思い込みなんですね。実際はアメリカの内部犯行なんですね。アメリカといってもいろんな複雑ですからね、例えば CIA 見てもいろんなこの分野といいますか、この派閥がありますからね。またこのアメリカにもこの表の政府と裏の政府がありますからね。二重構造になっています。で、その上に、ロックフラーとかですね、ロスチャイルド、あとウォール街ですね。これがアメリカですからね。ですからアメリカというのは、この日本のようなこの官僚社会主義ではないわけでありまして、何度も言うようですけど、FRB ですね。なんかもこのアメリカの銀行じゃないわけですね、あれは。この私的機関なんですね、銀行家のですね。民間というよりも、この、なんて言いますかね、私的な銀行なんですね、あれもね。ですから、国の銀行じゃないわけですね。そういうものが、アメリカというものはいろいろあるのではないかと思いまして、日本のこの国家官僚社会主義、日本は国家官僚社会主義社会、国家官僚ですね。国家官僚社会主義体制ですから、その発想からアメリカを見ると間違っちゃうと思いますよ。アメリカはもう、この複雑ですからね。軍事産業なんかも、このいろんなこの複雑でありまして。で、CIA なんかも一つにまとまってませんからね。いろんなこの、言ってますか。グループといいますか、そういうものがあるわけでありまして、CIA の中でも闘争があるということなんですね。で、それぞれが交錯していくわけですから、一つのこの中央集権的でまとまったもの、一つの指令で動くんじゃなくて、この分散してるわけですね。
そこがこのさまざまに工作していきますからね。多方面の部隊がいるわけですよ、CIA という。それが工作していくわけですね。まあ、この安倍晋三の、じいさんが、まあ、岸信介と言われまして、これはまあ永久戦犯だったんですけども、このアメリカの CIA のエージェント代理人になる約束で、この刑務所から巣鴨から出てきたと言われておりますね。ですから岸信介は一挙にですね、自民党の中で、頂点になったと言われて、アメリカの炎上によってですね、言われておりますね。その孫の、安倍晋三が一体何をやるかということなんですけども、まあ、まずはこの極東で緊張関係今持ち込もうと思いますね。で、やはりにあのに日本をこの日本まあこの日本を戦争する国にするという、この戦争計画というものはすでにですね、83年のこう85年体制という1985年体制と言われまして、まあ、その頃は中曽根康弘が政権だったんですけども、もうこの時にもう出発してるわけですよ。日本をこの戦争にできる国にするという戦争計画ですね。これはもう中曽根康弘の1985年体制と言われまして、そこからもう起動始まってるわけですね。で、その最後の作り上げるのが安倍晋三なわけなんですね。その流れにおきまして。ですから今安倍晋三はいろいろやってるわけです。で、安倍晋三のこの戦後レジームの脱却ということは、これは大変なことになると思いますね。まず、ロシアと中国がこれ黙っていないでしょう。で、アメリカも黙っていませんね。この戦後レジームの、日本が戦後レジームから脱却するということは、アメリカ自身もこれは、あのいあのゆるあのあのなんて言いますか、黙っていない。アメリカとしてはあと500年間ですね。あと500年間ですよ。日本をこの属国体制のままにしておきたいわけですよ。あと5世紀です。500年間をですね、日本を属国体制に奴隷国家として、アメリカを支える、労働力ですね、国家として、維持したいというものが、アメリカのこの、狙いですからね。まあ、おそらく日本は、戦後レジームの脱却は、できませんね。まあ、私なんかもですね、ツイッターでは、よくですね、まあ、この戦後レジームの脱却、また憲法改正を訴えている桜チャンネルなんかもよくこの、なんて言いますか、このツイートでこの紹介していくわけですけどもね。それはですね、やっぱり何を考えているかということも知らなくちゃいけないわけですよ。情報というものはですね。私はこの考え方だ、例えば共産党で言えばですね、私は共産党だから赤旗だけ読めばいいのであると言うとですね、狭くなっちゃうわけですね。こうになってしまうわけです。そうじゃなくて、この情報というものはもう、そういういろんなですね、じゃあ一体、この憲法をこの改悪する勢力がいますね。桜チャンネルとか、または戦後レジームの脱却を訴えているこの桜チャンネルとか、一体どういうものを考えているんだろうかということを、やっぱり知らなくちゃいけないわけですよ。やっぱりこれ、孫子なんかも言ってますね。
相手を知らなければ、己も知らない、己も分からずということになってくるわけですからね。まあそういうことでございます。まあですから私はこれからいよ、あの、まあ、私の命もあと10年でございますが、まあ、孫子の兵法ございますね。こんなことも語っていきたいと思いますね。まあそういうことでございます。やはりこの、まあ、まあ、動画は保存いたしまして、まあ、YouTube にアップロードしたら私、眠りたいと思うんですけど、やはり情報というものはですね、この自分が発信しないとですね、受信できないんですね。これは人間身体、またはこの宇宙、まあに人間身体というものはこの宇宙的な存在でもありまして、やっぱりこの、まあ、情報、エネルギーなりはこの交換なんですね。交感神経というものがありますね。還流ですよ。発信しなければ受信できない。エネルギーもそうです。エネルギーも出力しなければ、入力できないということなんですね。自分からエネルギーを出さなければ、相手様のエネルギーも来ないという、まあ人間身体がそういうもんなんですよ。この交換、これがいわゆる世間で、社会ですね、世間様。交換還流ですね、この。これもまあ、エネルギーの動きでもあるわけでありますけどもね、これをしなくてはならないということなんですね。ですから、この、まあ、日本共産党さんみたくですね、赤旗と、日刊赤旗とですね、赤旗日曜版さえ読んでいれば、もうそれで全てがわかるというように思い込んだら、もう、自分が狭くなってしまうということなわけでありまして。いろんな、まあ、世間様というのは一人一人違いますからね。考え方も違います。感覚も違いますね。ですから、この体も違う。違いますね。この環境も違いますからね。一人一人が違うんですよ。人間というものは。だから、様々な情報を、ツイッターで紹介したりですね。そういうことを私はやっているわけであります。まあ、こういった人間は、なかなか日本の国家官僚、社会主義体制の中ではね、全体主義ですから、嫌われていくんですけどね、お前は何を考えているんだというふうになるわけですよ。まあ、嫌われてもいいじゃないですか。人間は嫌われた方がいいんですよね。